見れば見るほどですはいさあいろんなお便りはありますけれどもこちらのお便りでございますけれどもねはいうん、えー。ちょっと待ってください今カタ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 って言いながらやっておりますけれどもカリアのトラックおじさんからもいただいております,りりす、ね、<laughs> 事務作業をしながらのね放送でございます歳とるとあかんね指の滑りが悪いから悪くなりますね <laughs> はい、はい カリアのトラックオイさんからも、仲良しヤンキースさんからもいただいております。さらには、でんでんだいこさんからもいただいておりました。えー、そうして、ピンピンダラリンさんからもいただきまして、初めてさんから、初めていただいた方ですかね、清須市の方ですけれども、あの、この方も、あの、高校2年生の野球部員が雷でというお便りを送っていただいております。キングボンビーナミちゃんからも、そしてシャータイさんからもいただきました。 はい、えー。まこちゃんからもいただいておりますが、昨日の東海地方の天気は突然大荒れで、愛知県では記録的短時間大雨で、森山区では1時間に0 0ミリの雨降って冠水したり、府総町では、そして今話題にしようとしております、あの、ね、私立の先進高校、はい、ね、グランドで野球をしていた高校2年の男の子がですね、 雷、落雷、これで死亡したり、三重県の松阪市でも雨量が99ミリの大雨を記録するなど、各地で被害が出ておりましたという、ちょっと大変だったみたいですよ。皆さん方の方もね。はい、ずんだもちさんからもやっぱりこれ、森山の今朝の上空は静かな朝を迎えておりますが、昨日の2時過ぎぐらいはもう雷雨で怖かったですよ。もう本当にひどい雨と、ひどい雷が。という、はい お便り、えー、こちらの方クルシチアのロナウジーニョさんからもやっぱり頂い,いております愛知県副総長のということですね野球部の練習試合中に2年生の安藤くん、えー、正規くんって言うんですかねはいそうですね、うん、雷に打たれて病院に運ばれましたが今朝未明に多臓器不全で死亡しました、うん、今日のお便り見ますとなんか心肺停止みたいなことですけども頑張ってあのね あの、早く治ってくださいっていう予定はあったんですけ、ね、速報第一歩昨日の段階での速報第一報はそういう状態だったので、うん、みんなね、あの、何とか持ちこたえてほしいなっていうふうに思ってらっしゃったと思うんですが。残念ながらこういう結果になりましたかね。朝日が丘交互との練習試合を始めたが、これ、雨足が強まっていただくために、1時ごろに一時中止しました。その当時は、雷鳴がね、あの、響いておらず。 届いておらず、雨が止み、<laughs> 試合再開に向けて守備位置に着いた直後に雷が落ちたということらしいです。遠くで雷鳴が鳴った10秒後、稲妻が安藤君を直撃してマウンドに倒れたという。 この間は雨がやんだっていうことが、試合再開の一つのきっかけになるんですよね。はい。うん、まあだから、普通はものすごいもう雷がすごい鳴ってるのにっていう状況ではなかった、うん、なかった。ね、雨がやみましたって。 と雷も収まったかなっていう頃でしたが、まだ実は収まっていなかったんですよね、うんうん、これ。しばらくしてまた鳴り始めたということ。はい、雨はやんだんですよ。うん、ねその他の生徒や保護者に怪我はなかった。えーね、ね避雷針心をつけるなどの対策をして、避雷心はね、後で出てきますが、12本立ってた。あったらしいです、ね。はい。周、ま、り、あ、12本立ってた。はい。うん、ということもありましたけれども、ということでね。 まあ、雷鳴や雷鳳があった場合は、即試合を中断しなければならない。練習試合に関しても、ホームチームの責任者が判断しなくてはならないと記載されております、<laughs> 野球、高校野球規則にこれがちゃんと明記されているらしいです。はい、雷鳴や雷鳳があった場合には、即試合を中断しなければならない。まあ、中断はしましたですよね。うん、開始する時期が果たして適切だったかと。 収まったかなって思っちゃったんで,す、ねうん、たんでしょうねしかし今朝のいろんなニュースの解説なんか見ますと当時の天気図ね雨雲の位置なんか見ますと、うん、雨雲は確実にやっぱりそこにあったんですよね、はい、主婦山主婦子さんからも練習時代は雨が降ってきたため午後1時ごろ一旦中断していたが再開直後に落雷したと 事故当時、他の生徒や野球部員の保護者など、約100名がグラウンドにはいた、ま。マウンドというちょっと高くぽつりと一人の場所に、雷の焦点があってしまったんでしょうかということは、まさにその通りで、運動場は平らです。はい、マウンドはちょっと高くなってますね。えー、こちらの方もうんと、おっぱい枕さんからもやっぱりそういうこと、金子孝之さんからも。 グランドのような広く平らなところでピッチャーマウンドはグランドで一番高くて人が立っていたら平井心になり得ますよね、ということで、今日もニュースで確か40センチの高さのマウンドらしいですよ。うん。やっぱり普通の平地よりも40センチ高い。高い。またピッチャー、 何センチの身長だったか分かりませんがね、だいたい最近の子多いですし、うん、ピッチャーで有利なのは長身のピッチャーで投げ下ろす球っていうのは打ちにくいです。うん、だから長身のピッチャーの方がピッチャーとしてはね、よくはいるタイプといういいタイプなんですがね。うん。というようなことで、平井心はあったけれども、広いところではやっぱりポツンとマウンドの高さと、 この人のの身長ででとといううここになるんでしょうか時期あの夏休みでスポーツ部で学校でっていうのはすごくたくさんありますし、うん、まあ今回はその練習試合でっていうことで大人もたくさんい,ましたないた中でってこともありますけど、うん、普通の練習の時なんかはあの四六時中先生がいない場合だってあったりなんかするので、うん、この辺のところはちょっとこれからだってと、ね、雷とかもあるでしょうから気をつけないといけませんね。はいはい 動物基礎天ぷらさんも12本の平井芯が設置してある学校でのグラウンドに落ちた雷ということなんですね。うんはい、A69 助さんからもいただいております。私の母ちゃんがね、うん、あの、雷が鳴るとよく言ってたことがある。雨が降ってる時の雷よりも、降ってない時の雷の方が危ないぞと。 うんと、お母ちゃんずっと言ってた、まさに、今回そういうケースじゃないですか、ううすお母さんがおっしゃってたようなね。気象学的なことなのか、それは一としてもこれああと人の,その、なんだろう、油断とかそういう気持ちの問題もあるかもしれないけど。はい、マドマーザル和田愛さん、澤、うん、アナウンサーが、気象学的に言ってますよ、澤、はい、アナウンサーが最近言ってましたが、遠くで雷鳴がしていても近くに落雷する危険性がありますよということ。うん ててるるっていうことははある意味、うん、雨は止んでるるまますよねすねある意味、ね、ううかだから始っも遠くで鳴ってるでも近くに落ちることはちゃんと気象学的にはあるぞ、はい、いうこと経派の武士院慶さんもやっぱりそういうようなお便り文家カッパのマー君さんかも雨が降らないで鳴る雷を私の地域では空雷っていうんですか、ねうん、空に雷と書いてます、うん、ね空雷とは言わんでしょうな、うん、うん、でしょううん。 地域ではなんで、なかなかちょっと私も不勉強で申し訳ないです。稲部の方の方ですから、この方ね。はい。私の地域では、まあ、空来、空、雷、ええー、と言いますが、うん、まあ、わかりやすくそういう字を思い浮かべるように、まあ、読んでますけども。それが一番怖いと、年寄りから聞いております。私の地域性なのか、えー、気流が変わる地域なので、雷が遠くで聞こえ出すと、外で仕事をしている人たちは帰りますと。うん、ここはもうちゃんと言い伝えで、 遠くになってたらもう農作業をやめようっていうような地域的な言い伝えがちゃんとあるということらしいです。はいはい、空来で読み替え、ね。空来でいいんですか。はいはい。やっぱり、うん、あのこれはね朝日新聞の記事にも、うんえー、その教授のコメントが専門家さんですね、うん、載ってますけれども雷の音っていうのは12、3キロの距離までしか届かないということなので、うん、遠くに聞こえているように 思っても、うん、ゴロゴロって言われたら、もうそれは近くに来ているというふうに思ってください、はい、ということみたいですね、はい、で飛来震に関しても、飛来震があるから大丈夫って思いがちだけれども、まあ、高さにもよるんですけれども、飛来震から30メートル離れると、雷が落ちる可能性っていうのはやっぱり高くなるので、あ<ら>あの絶対安全だとは思わないようにした方がいいというようなこともね、はい、おっしゃってますね、はい、専門家さんは。坪子さんからも、はい、僕も僕外でで働いていてるので雷が鳴り出し したらすぐに仕事を辞めて車や建物の中に入るようにしておりますというやっぱ外で働く人さっきのいなべの方の人たちも、うん、やっぱこういうことはなんかこう頭の中に常にあるようですよね、うんうん、知恵としてちゃんとこれ知っとかないかんことだというのでみんな心得があるようです、一時の恥ジさんドクターヘルで病院に運ばれましたが意識不明の重体ということですがとこの時点のまだ重体だったというときのお便りですから、うん、なかなかね、これも胸が痛いですよね。うん まあ、ドクターヘリは来るでしょう。運動場ですから降りやすいですからね。うん、それはそれでよかったと、ね、地,地理的にはいい、うん、ことでしょうけれども、なあ、そういったところにはまた雷が落ちやすいんです。クリオネ・ブルドックさん近年は。 突如にピンンポイントですもんねうんとうんお稲荷アンサーさんからも頂い,いておりますけれどもまだ人生これからなのにな、うん、わんこを愛する中年 M さんからも頂い,いておりますが、まあ「とにかく私も野球やってますが雷が鳴ると金属バットを使うのをやめたり校舎に避難したりしてましたただ雨の降らない雷の場合は避難するタイミングが難しくて避難の遅れるケースが出てしまうのではないかと思います」亡くなられた生徒さんのご冥福をお祈りすると同時に,雷に 対する具体的な対策を示してほしいと思いますとでんでん大子さんもやっぱりこれからこういうようなマニュアル作りの大事になるんじゃないでしょうか一応あの高校野球の先の規則には書いてあるんですけど、はい、さらに一層それをね徹底、ね、させないか目指せ八十、えー、キロさんからも、まあ、甲子園でこれからね試合が行われるということですからきちんとこういうようなことも踏まえてやってほしい八の数の子さんも子供の頃漫画で部屋の中に蚊帳をつって その中でブルブル震えながら、クワバラクワバラという絵を見た記憶がありますというのは、これはある意味で正しいですね、うん、雷が鳴ったときというのは、蚊帳を釣ってというのはどういうことかというと、カヤを釣ると、部屋のちょうどその中に入ると、部屋の中央にいるような形になるわけですよ、はいはい、壁に寄ったりなんかしないと、はい、だから、蚊帳の中に入ると、壁には接触してないですよね、はい、だからあれ昔の人の知恵ですよ。うん、をる とととといいいううここは部屋の真ん中にいるということで、うん、室内の方が安全だし、はい、というところでやっぱり昔からのこういったことにはちゃんと意味があるなと思いましたですけどねゆく,く,じくる十字ですさあ9時台もいろんなあの皆さん方のお便りとか出来事なんかもね、はい、話題にいたしましたけれども、まあ、不勉強がたたりましたですね「文系かっぱのマーク」坪井さんごめんなさい「からかみなり」というんです。 空雷と言うんでしょうかと色々言ってました。あの、すなわち雨が降ってなくて鳴る雷のこと。そっちのが怖いぞという例のその野球部員の子がね、亡くなってしまった時の話題として、そういうのが怖いですよという話で。空雷。はい。これ読めなかったですね。ごめんなさい。で、空雷って言ってまた別のものになるらしい。なっちゃった。それちょっと失礼しました。はい。え四日市のヒデさんからもこれ、空雷ってね、あの、読むんだと思いますよということ。アンズジャムさんからも、 私は愛知県春日井市の出身ですが、母が、から雷は怖いとよく言ってましたと、うんうん、三重県でも、それから春日井でもという、この辺りには広くあるみたいですよ。から雷っていうふうに言う地域もあるらしいですあこの辺りはから雷の方が多いみたいですね。匿名希望ではない加藤益代さんからも、えー、から雷は怖いよと母が言ってました、うん、昔の人に 耳を傾けるべきですよね。はい、そうですね。うん、小牧のけいちゃんからもいた、ね。いちゃんからうちの母はか,からかみなりって言って怖いよって育てられました。海津市の出身です、ね。そうですか。はい、それからこちら。えー、っとっと名前がこれファックスできてますが。か名前が。はいはい ちょっとない方ですよね。はい、昨日、精神高校に雷が落ちたとき、私は副総長にとても近い港南で友人と立ち話をしていましたという。だから数百メートル離れたところだしい、うんうん、ものすごい晴れなのに音がすっごいね、副総長は、えー、雨すごいらしいよとか、ね、でも空はとても、 青くてね最近見たことないような大きな入道雲も出ていましたとそ,その後私は犬山に行ったんですがここでも音はずっとしていてというような、はい、すぐ近くにいたその時の様子空の様子まさに空雷の様子です。ユニ